はい、フォトジェニックチャンネルのミッチーです。今日はなんとここはユニバーサルスタジオジャパンにやってきました。イエーイで今日の来た目的というのは、後から紹介します。で今日もしに来てるのはミッチーのママです。どうもです。はい、どうもです。お願いします。はい、で今日の、ね、来た目的は、じゃあスヌーピーさんお願いします。今日の目的はじゃんじゃーん、こちら、こちら、はい、こちらスーパーマリオでございます。わかるよね、このキノコそうそう、スーパーマリア、そうスーパーマリオのエリアが、できたということ、できてない、スーパーマリオの、エリアが来年できるということで、それに先駆けてデザートなどの販売が開始されたということを聞きましたので、たまたま休みがあったので急遽、おとといことに決めましたということで、買ってきましたので、それをちょっと紹介したいと思います。はい、じゃあスヌーピーさんお願いします。はい、でじゃじゃん、これがね、はい、このデザート、どん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 買ってきました。イエーイ。まずこれ、これね、フルーツソーダとなってます。1個ずつ、これピーチ姫のソーダ、はい、でその、はい、でこの緑のが、ルイージの、ルイージ青リンゴソーダで、マリオの方は、マリオのイチゴソーダとなってます。はい、でこれそれぞれね、このお気がついてるのでの出ます。かわいいです。でそれとですね、はい、はい、これがまず赤いのが、マリオの帽子になってます。これ、はい、何マリオの帽子、これなんか書いてるよね。んじゃあじゃあマリオの帽子はイチゴ、イチゴですね、イチゴです、うん、でもう一個ルイージの帽子は、ルイージの帽子倒れそうなのよルイージの帽子はこれは何ですかね、ブドウやのこれ、ブドウですね、これ何、あれ皮もいければシャインマスカット、もしかして、うん、ちょっといいやつじゃない、はい、こんな感じになっております、はい、それと、美味しそうです。ちょっと待って、このルイージが倒れそうやから一旦ちょっとルイージ編曲車庫へちょっとお帰りいただいてでこれがキノコのスーパーキノコボトルになってます。このようになってまして、ドリンクジュース入れます。でこのジュースがね、なんと珍しく別添えです。いや、こういうやつで大体一緒に入ってるよね、一緒に入ってるけども、もうなんかね、別添えやからこのまま持って帰れるし、汚れんで済むからいいよね。でちなみにこのボトルだけ欲しいって言ったら、値段一緒ですけど買えますよとは言われました。参考までにお願いします。でちなみにこれ合計した金額ですね、じゃじゃーん、レシート出しましょう。ぴったり5000円です参考までに。ちょっと実食してみましょう。ではスヌーピーさん、これからにしましょうか。これから、それは何、ピーチ姫のソーダ、ピーチ姫のソーダ、ちょっとシャコ書いていただいてちょっとマリオの帽子、ちょっとシャコ書いてもらおう。はい、これね、アイスなっていいのかな、フロートです、フロートやね、アイス。これこれソーダ600円やどう何何その何その微妙な、うんうんは何やろう。あーめっちゃ桃はい、次はその人は何ですか、それは。これは何でしたっけ、何でしたっけ、あ、青リンゴのソーダです。そうです、ルージーの青リンゴソーダです。タピオカが入っております。タピオカ、あ、さっきのはゼリーやったよね。タピオカゼリー、タピオカな、桃の方はゼリー、桃のゼリーみたいな、じゃあこと微妙みたいな、微妙微妙どう、何その微妙な返事はその上なんかリンゴ、ほら何やこのソースみたいな、測ってるやん、測ってます。青リンゴじゃない、青リンゴと思うからあかんの、そうやね、え、青リンゴそうだよ、ちょっと私も青リンゴね、うん、めったな青リンゴ青リンゴのチューハイってこんな味ちゃう、いや、ちょっとちゃう。まあ、青リンゴはちょっと難しいよね。なんかキウイなんかなと思ってたら青リンゴやったからさ、なんか
なんやろ、まずいわけじゃないねんけど、まずいわけじゃないけども、なんかちょっと想像がちゃうかった、これひどい話あ、で、このゼリーが中でプチンと溶けたのがちょっとポニョッとなるのが、なんかタピオカイメージだから、なんかちょっとあれって思った。うん、じゃあ次でも今ちょろちょろとね食べてない。はい、じゃあ次何ですか。はい、それは、何だっけ、いちごソーダ、うん、はい、いちごソーダです。まあ定番よね、いちご。さあどうでしょう、かもなく不可もなくて感じ。ミッチーママの意見としては、いちごだそうですどうもスノーピーさんいや、それ言われてもって感じかもしれんけど無難にいちご。なんかでもいちごの飴とか全部飲みも飴を溶かした感じの甘さじゃない。いちごの飴とその青りんごの飴と桃の飴、なんかその何やろ、大人向けという総評としては大人向けというよりかは、子供も飲める美味しい味かなっていうのがあります。じゃあ続いてこの倒れそうなあれを、倒れそうなあれを、こちらから、はい、はい、こちらから、マリオの帽子です。これちなみに高さどれくらい、分かれスマートフォンあります。スマートフォンの半分ぐらい、スマートフォンの半分ぐらいです計測しましょう。高さ、いちごの高さ10センチ、いちごまでいくと10センチ、横の長さは、あ、12センチぐらいね。で、何測ってんやろなフロートのスプーン、ほら3本あるし、マリオの帽子書いてるだけやったから、パンケーキサンドみたいなだけ。いやな、これ何、外見、何外見ちょっと食べてみて。パンケーキやったよ。いや、あんなパンケーキサンドって書いてあったよね。パンケーキ、中も真っ赤、真っ赤、うん、まあ中白かったらびっくりするけど、逆にどうでしょうか。どんなパンケーキ、味ついてないの、いちご味とかいうわけでもなく、うん、パンケーキです、パンケーキです。うん、あ、でもこれでいいかも。あ、別に甘くもないしね。うん、ミントちゃんは、ミントちゃんを好き好きな。はい、次は。そっちやね。そっちの。これは車庫にお借りいただいて。はい、どうぞ食べてみてください。どうですかね。ラララララ。同じ。固めな、うん、まあ、見た感じだと硬そうやなと思ったけど、焼き加減とかじゃなくて、焼き加減なのかな、ちょっと固めです、うん、まあでも焼き加減かもしれない。で、上のぶどうをちょっと食べてくださいね。でね、うん、あるちゃんとウェイティー持ってきてます、私ら。なんか見なかった、はい、餅の空はこんなん丸には乗ってへんよあ、うん、これは美味しいぶどう多いよ。あこれは美味しいやつやわ。これはルイージの方が美味しいかも。ですね、うん、あのぶどうがね、やっぱりいいよね。あの皮まで食べれる、あのシャインマスカットではないかと思ってるんやけど、うん、中にたまりそう、お腹にたまりそう。実はね、こう私たち今日は、何時、これ今12時に入ってきたのか、12時に入ってきて、ミッチに至っては朝何も食べてませんその謎の状態でやってきたので、もう昼ご飯食べる前にこれをちょっと食べちゃおうと思ってきたので、まあまあこの後ちょっとしっかり食べきっていきたいと思います。これ中のね、ルイージの方クリーム入ってました。これは何、クリーム、カスタードクリーム、あ、チーズクリームや、チーズや、チーズ、クリームチーズ、うん、そっちも、もしかしてこっちも、少々待ち、今ママさん手ドロドロしながら確認中でございます食べよう食べようって言うて写真撮ってたら、こんな感じです。あ、
じはこんな感じです。はい、これも一緒ですね。あ、同じ。ちょっと食べてみて。なんか入ってる。なんか入ってる。あ、味ちゃうから分けてんじゃん、うん、何そっちは。え、何表現できん感じの。ほら、いちご。あ、いちごソース入ってる。いちごジャムか、これ。いちごジャムや。その下は何やんの。これ、あの黄色いのカスタード。シュークリームに入ってる。なんかカスタードクリームが思い出せなかったようです。カスタードクリームだそうです。あ、中身ちゃうのね。ちょっとなんかすごい無視って食べかかってない感じになったけども、まあ、中身こんな感じになってます。こんな感じになりました。で、いちごはまあ見た目わかるけど、こっちのルイージのやつは味がわからないと思うので。で、中身、うん、あ、中身はなしですね。中身はなったのクリームチーズになってます。はい、チーズ苦手な方は誰かに、土台部分を食べてもらうか。もしくはイチゴを食べるかにした方がいいかなと思います。おまけ情報でした。なんかぐちゃぐちゃやね。ぐっちゃりしました。しゃあないよね、こういうやつはね。ほら、スヌーピーさんもしゃあないと思うでって言ってくれてるはずよ。まあ、という感じで今日の、ユニバーサルスタジオジャパンに来た目的はこのデザートたちでございました。まあまあ、これからね、エリアも年明け、オープンするそうなので、年明けたらまた来たいと思います。デザート食べきってデザート食べきって、またこの中後でパークを楽しんでいきたいと思います。はい、じゃあありがとうございました。ミッチーでした。ママさんでした。